はい、原田正和です。はい、何今日やばいですね。え、やばいな。やばいですよ。何が？人がめちゃめちゃ多い。多い、多いね。多いわ。あ、はいはい、すごい人だね。え、で、今日は秋田戦前回、うん、負けてます。そうやね。アウェイで負けてます。そうやね。だから、うん、いくらスタヤと言っても、うん、時間はできへん。あかんやろ。今日負けたら、ほんま、いよいよやばい。いよいよやばいね。あれなんないですか。あと何試合やんねんの。4試合やろ。やばいやん。やばい。そんなやばいな言うたら、怖いぞ。いけるわな。今日スタメンは誰？なんか思うやついいの。今日はね、浅田君の代わりに、うん、長い。おお、そうなの。で、松田天馬君が、うん、サブ。あ、そうなの。これはちょっと珍しいな。なんでやろな。ちょっとなんでなんでしょうね。なんか質問がわかる。あと、白井君校長やったやんか。白井君のサブ。サブなの。へえ。小木が先発。小木が先発。宮吉と宇高と、はい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 、お前誰だよ、三沢か。あ、はい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 。1個いいっすか。いいよ、いいよ。ポンの帽子。あ、これ。あ、いい、はいはいはい。かわいいよ。かわいいな。ちょっともう一個つけたいんだけど。あ、なあ、だいぶもう大道芸人。これでいいんじゃないですか。持って持って、うん、これ家族でも結構受けてたわ。あ、マジか。うん、好評で。好評、好評、はい、うん。俺もね、パーサ君見たら喜ぶかもしれない。いや、パーサ君にちょっといじってほしいよ。ちょこちょこいじってきよるやんか、あいつ。はい、なあ、今日こそまたいじってもらおう。そういう楽しみもね。はいはいはい。今日もしっかり応援して。頑張ろう。8点3をね、取りましょう。はい。ちなみに僕ら、アウェイ行くんで。あ、すいません、すいません。今日買って、うん、みんなアウェイを買えませんで、うん、買って今日買って。最高じゃないですか。最高や。はい。はい、それでは、はい、はい、えいえい、おお。ちょっと照れてる。人が多い。あ、ちゃんとなんで、あれは無理や。すごいすごい。うわー、無理よ。たれるすごい。さすが、歌
が。思った。そこあえて来られてこっち行ってかーこれだ。めちゃくちゃ気持ちいいやんけ。はい、前半終了。最高やな。3対1。いきなり1点取れないですか。今日いけんなぁと思ったね。思ったらまさかの、1対1。あれびっくりしたわ。あれで、もう多分今後5000人ぐらいは、引き分けかってまたかと、またやった、またやんけみたいな思った瞬間に、ポンポンとスイッチがなんか入ったね。ウタカと、イヤヨシで、今3対1です。でも最高、あのイヤヨシの一手とか最高の一手やって、あれ、あの気持ちいい、いい感じに崩して、うわー、まだまだ行きたいね。まだまだ行きたい、だって長崎が3対0で勝ってんだから、あのね、ここまで来たら、得失点差も、物を言ってくるんで、そやろ、取れる時に取っとかんと、そやな、いや、おもろい、じゃあ後半もまだ、あ、しようしよう、あ、応援しましょう、はい。はい、3対1ね。自力で昇格するのに、まあ、あと1勝です。あと1勝で決まるんだな、いやもう加藤次に岡山戦でね、そうやね、決めよう。後半よく言えば、後半こっちサイドで1点ぐらい入れて欲しかったな。欲しかったな、あの平井君のも良かったしね。良かった、庄司も良かったし、うわ庄司決めて欲しかったな、あれ。でもええ試合やったな。今はでもあの、面白かった、面白い試合やったな。でちょっと今日は変わった人もいっぱい出た。あ、そうやね、まあまあまあ、あのその辺も含めて、うん、次は土曜日、土曜日岡山戦、岡山僕は行ってきますんでね。ね、はい、そこで何としてもちょっとね、昇格決めて帰ってみたいですね。そうや、だってな、俺仕事休んでまで行くから。もうじゃあ絶対からね。めっちゃ嫌味言われてんのに。次もう初イコール昇格なんで。そうやね。もう大きな意味がある。そうやそうや、絶対。頑張りましょう。はい。じゃあね、選手が待ってくるんで。はい。まあ、祝福しましょう。